の鳥。危険度レベル、バウ。瓦礫の枝に止まる、黒い鳥の姿をした幻想体です。胸部と目から、黄色い輝きを放っています。全身が炎に包まれ、輝きを放つ時があります。昔々、火の鳥の羽を拾った者は幸せと、試練の両方を受けるという言い伝えがありました。言い伝えを信じ、多くの狩人が名誉と誇りにかけて鳥を捕まえようとしました。鳥には、いろいろな噂がありました。鳥を飼った者はずっと先の代まで繁栄する。鳥を手にした者こそが、真の狩人の証明になる。いずれにしても、火の鳥は、人々にとって冒険の象徴でした。話が広がり、森はたちまち鳥を探し求める人で溢れ返ります。月日は流れ、鳥が捕まらないとなると、人々は興味を失い、誰も鳥を捕まえることはなくなりました。鳥が伝説にのみ語られる存在になると、失明に至る激痛が、鳥の目に走りました。捨てられた森に何も見えない羽のまばゆい鳥だけが残ります。長い時を経て、鳥は、新しい森に到着します。そこには、人間も数多く住んでいました。鳥は、再び自分を探し求めてくれる、狩りの熱望を自分に向けてくれると、人々に期待します。火の鳥は、自分を探し求めて欲しかったのです。火の鳥に遭遇すると、火の鳥は、周囲を炎で覆い尽くしながら、こちらを襲います。炎は人間を燃やし尽くし、焼死した人間は、目から橙色の涙を流します。狩りを成し遂げると、火の鳥は爆発し、羽を入手することが可能です。鳥の羽には傷を癒す力もあり、最初から瀕死の人間を見ると、羽から光を放ちます。光を受けた人間は、直ちに全身の傷が修復されます。